しくお願いします。声上げてください。どうも皆様お疲れ様です。私衆議院議員の長妻昭でございます。いや本当にご苦労様です。まあ私自身も結婚を間近にして、事業外みなし労働制で働いていて、過労死をした女性、その方をよく知っております。お話ししたこともありますけれども、新婚結婚を前に今もうお亡くなりになってこの世にはおられない、そういう過労死の皆様方、お亡くなりになった方々の声を受けて、国会でこういうとんでもない働き方、裁量労働制を営業に広げる、こういう法律をなんとか撤回をさせたいということで取り組んでおります。ぜひ皆様のお力も結集して今の国の政府を動かしていこうではありませんか。そして今皆さん労働法制、岩盤規制だ、これをドリルで穴を開ければいいんだ、こういう総理大臣がおります。皆さん、労働法制というのは岩盤規制で緩めれば緩める方がいいと皆さんお思いでしょうか。労働法制というのは働く皆様方を守る最後の砦が労働法制です。それは経営者と働く人と力関係が圧倒的に経営者の方が強いわけですから、皆さんを守るための労働法制をドリルで穴を開ける岩盤規制だ、この考え方自体が間違っていると思われませんか。そうだ、こういう考え方のもと、実は今回の裁量労働制、今までと意思決定が大きく異なっております。首相官邸に産業競争力会議というそういう会議が設置され、そこには働く人の代表者も入っていない、厚生労働大臣も正規なメンバーではない、経済産業大臣がどんどん発言をして、総理大臣も発言をして、その会議で裁量労働制の拡大が決定をして、閣議決定として現実を無視してドーンと下の方に降りてきた、これがこの問題の歪みを生んだ元凶であります。こういう決め方は ILO 国際機関からも労働者の代表が入るところで決めなければならない、これが国際ルールでありますけれども、それを無視したような首相官邸主導、しかも現実を直視しない形で裁量労働制が導入された。そしてその筋の中でしかデータや調査やいろいろな議論が行われない、こういうような縛りの中でいろんな調査やデータの歪みが出てきたわけであります。政策というのは現実をよく直視をして現状把握を正確にしなければ、どんな立派な政策を作ってもそれは失敗します。現状は一体どうなっているのか、その時に裁量労働制の方が平均的な人では労働時間が短い、一般的な働き方よりも裁量労働制の方が労働時間は短いんだから大丈夫だよ、過労死は増えないんだよ、こんなような答弁を安倍総理はされたわけでございますけれども、そのデータの比較が真っ赤な嘘だった。今そこの先頭におられます上西教授、法政大学の上西教授のヒントを得て我々も調べましたら真っ赤な嘘でございましたので国会で追及したわけであります。私自身も明日ですね、また午後2時過ぎから安倍総理を追及をいたしますけれども、本当に今の日本の政策決定おかしい、現実を無視して裁量労働制という残業代を出さないでも働かせ放題働かすことができる、
裁量労働制で働いている人で亡くなった方、多くの方がおられます。死死類類です。これ以上犠牲者を増やすわけにはまいりません。若者を潰して何の経済成長か、ぜひ皆様方の大きなお力、日本中の大きなうねりの力を背景に、お亡くなりになった方々の声も受けて国会で戦ってまいります。応援をいただければと思います。どうもありがとうございました。長妻でございました。ありがとうございました。立憲民主党長妻議員です。ありがとうございます。